こんにちは。突然ですが、皆さんキャンプで熟睡できていますかまあできている方は羨ましい限りです。まあ僕は家ではそれなりに熟睡できているんですが、まあキャンプ行ったり、自分のベッド以外では結構寝つけないことが多くて、まあ眠りも浅い。結構周りの環境音でもすぐ起きてしまったり、まあ全然熟睡している感じがしません。 まあそれでも少しでも熟睡できるようにちょっと今回はシングを変えてみようかなと思いますまあ枕とコットとマットをとりあえず買おうと思っていますまあその第一弾で枕を今回購入しました今はワックの枕を使っています この枕の前にも違う枕を2つ使っていたのですが、まあ、しっくりは着てなかったです。首が朝起きたら痛かったりとか、まあ、寝つけないのもそうですし、まあ、それで口コミとかを見て、枠の枕結構いいっていうので買ってみましたが、まあ、それでも自分にはあんまり合いませんでした。まあ、枕は人それぞれ、まあ、硬さやら高さ、 いろいろ好みがあると思うんでまあ自分にぴったりの枕を探すのは結構難しいと思うんですがいろいろ物色しているうちにオレゴニアンキャンパーさんと自分枕がコラボしたまキャンプ枕にたどり着きましたまあこれもそれなりには良かったんですけどまあその前にはまあこういう空気じゃない綿みたいので。 高さをもこうやって入れてちょっと調整できるようなのとかも買ってやってみたんですけど、まあ、あまり自分には合いませんでした、まあ、それで今回購入したのがこちらですオレゴニアンキャンパーと自分枕でコラボしている 枕になりますまずこの枕を購入するのに、まあ一番いいなと思ったのが、まあ中の、まあ、高さを調節できたり、一応これ中で4分割になってて、そのそれぞれでは綿を抜いたりできるってことです。まあそれだったらある程度自分が寝やすい位置にできるんじゃないかなと思って、 こちらを購入してみました。まあ、この枕なんですけど、まあ、スタンダードとプレミアムっていうのがあって、まあ、スタンダードは5,940円、プレミアムが9,900円です。まあ、正直言って1万円近く出して枕買ったことはないと思います、ね、今まで。まあ、それ迷いに迷ったんですけど、まあ、結局プレミアムにしました。 スタンダード買ってやっぱりプレミアムが良かったなとか、うん、違うなプレミアムかなとかってなるのが嫌だったんで最初から、まあ、それならプレミアムにしようと思って購入しましたまずこの枕の歌い文句というか、あのー、ネットのとこに書いてあったのが、まあ、大自然の中でも寝心地よくしっかり眠って翌日も楽しみたい方におすすめめ、まあ、めちゃくちゃそうなりたいです また、キャンプでも、快眠王をコンセプトに開発された、デザイン性と質の高い眠りをサポートする機能性を兼ね備えた新しいキャンプ枕です。枕の上部の丸みのあるラウンドトップ形状だから、シェラフ内でずれにくく使いやすいです。こうですね。まみー型でも入れて、ま、動きづらいというか、これもすごい良かったです。 あと、プレミアムタイプは3層構造、上層部の中が4つに分かれた構造で3種類の詰め物量を増減して自分に合う高さへ調整ができます。これが一番買う決め手になりました。これ、中層にはバネのような弾力性のあるメッシュシートで程よい弾力性があります。 こちらですねこれが今言ってた中層のバネのような、うん、半メッシュシートで程よい弾力性があるやつです。これ多分プレミアム多分こっからこの下がプレミアムだけだと思います。で上は普通のスタンダードだと思います。で仮想はヘタリが少なく通気性のある特殊開発素材の 綿で頭部を支ここが高さは変えれないんですけど綿が入っていますでまあ高さを変えるのはこのチャックで出し入れができますこことこことこことここですねこことこことここは綿なのかなでここだけなんかパイルみたいのが入ってますね プレミアムタイプの枕は竹由来繊維のメッシュ生地を表面に使用して抗菌消臭静電吸湿通気性に優れてるみたいです、まあ、この辺なのかなちょっとわかんないんですけど、はい、あとこの中の取り出したやつは保存する袋もついています、まあ、調整しやすくて便利です 水分が染み込むのを防ぎ、湿気を溜め込まない通気、ん違うな。湿気を溜め込まない、なんかちょっと何、なて読うのかわかんないんですけど、防水性のある専用枕カバーがついています。これですね。これなんか、すごいいいと思う。なんも、本んと染み込んでこないような感じになってますね。これも僕すごい気に入りました。 デイキャンプでゴロネや腰当てに使ったり、車内泊や出張のお供にも洗濯機で丸洗いもできるので、キャンプの後も清掃、清潔さを保てますと書いてあります。 一応大きさは、まあ、メーカーでは製品実質の33の50となってます、うん、50ぐらいですねこの一番幅あるところでで、まあ、ここで33ぐらいです大体いい実際これ購入してから、まあ、家でも気に入って使ってます普通に家用の枕としても 普段使いとして使っているぐらい、う、え、ん、ー、と、現時点では一番しっくりきています。まあ、シてマイナスポイント、まあまあ別にマイナスとも思ってないんですけど、まあ、大きさです。大きさっていうか、持ち運びもこの状態で持ってかないとダメっていうところですね。まあ、僕の場合は車移動なので、まあ大した気にはなんないんですが、まあ、車移動じゃない で、キャンプする人とかにはちょっと、うん。大きすぎるかもしれん。コンパクトさを求めるならちょっと向いてないかもしれませんね。またけど寝心地はもうすごい。一番しっくりきてます。今のところあとコットとマットももう購入してあるので、まあ、それも後々レビューしたいと思います。まあ、枕は家の枕だろうが、キャンプの枕でも。まあその求める。 感じで変わってくると思うんですけど、まあ高さ、硬さ、素材とか、まあ好みがあるので、まあ一概に何がいいっていうのはわからないんですが、とりあえず僕はこれを買ってよかったなと思って、まあ1万円ぐらいの価値もあるかなと思います。それでは皆さんの枕探しの参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。